どうもこんにちは、ミカスです。先日紹介しましたこの iPhone 11 Pro、まあ、最大の特徴はね、このレティナディスプレイがすごい HDR 再生ができるっていうのと、あとやっぱりこの三眼のカメラがかなり性能がいいという話はしたんですけど、その前回この iPhone を紹介した動画の中で手ブレ補正がかなり強力だなっていう話をちょっとしたんですね。で、この新しい超広角のレンズっていうのがものすごい広い画角で撮れる、しかも手ブレ補正がかなり、まあ、強力であると。であれば、はい、これ GoPro Hero 7ね、まあ Hero 8はまたちょっと出たら紹介しようと思うんですけど、 GoPro のハイパースムースと比べてどうなんだいとっていったところで、ちょっとね比べてみようと思います。はい、とりあえずこんな感じで大体あのレンズの高さを揃えて、ちょっとねこのカメラの向きも揃えて、でこのね三脚につけた状態で手持ち撮影をして、どのぐらい手ブレ補正がね GoPro に肉薄できるのかと、そういったところをちょっと見てみようと思います。あ、でちなみに、まあ、GoPro の場合フル HD と 4K で、 4K の方がちょっと画角は狭くなるんですけど、まあ、iPhone もね 4K の60コマできるっていうことで、一応 4K 同士で今回比べてみようと思います。では早速外持ってってみましょう。さあではですね、この iPhone11 Pro、 これのね手ブレ補正がどんだけ強力なのか、そして、今 4K60 コマなんですけど、 GoPro と比べて画角も遜色ないんですよね。遜色ない。で、これをじゃあね歩いて撮るとどういう違いが出るのかっていうのをね、画質それから手ブレ補正具合含めてちょっと見ていこうと思います。では行ってみましょう。さあいかがでしょうか。ちょっと風が強いんで、風の音もね、どんな感じなのか、違いがあるのか、ちょっとただね今この、ね、持ち方っていうかだとちょっと iPhone 不利かな。っていう感じでした。さあいかがでしたでしょうか。衝撃の結果ですね。衝撃の結果、 iPhone の手ブレ補正半端ねえ。いや正直、まあ、例えば GoPro とかね、オズモアクションとか、もう手ブレ補正がすごいですよって前面に打ち出してるわけですよね。まあ、もちろんね身につけるっていう使い方以外にも、まあ、Vlog 撮影で手持ちでね撮影したり、普段の生活を撮ったりっていう使い方も最近流行ってると思うんですけど、 iPhone ね、別に Apple はそんな手ブレ補正すごいですよって歌ってないにもかかわらずですよ、ものすげえ手ブレ補正が効くと。まあ、正直あの手ブレ補正っていう部分ではそんなに遜色ないかな。ちょっとねこの回転方向は GoPro の方が強かったんですけど、まあ、横ブレ縦ブレに関してはかなり高性能な手ブレ補正を搭載していると。でただですね、ちょっと画質の部分では、まあ、色味とかはね、その、まあ、それぞれメーカーのセッティングがあると思うんですけど、解像感っていう部分では、ちょっとやっぱ GoPro の方がパリッとした映像が出ますね。ちょっと iPhone の方はぼやっとしてるんですよ。で、ただこれ手ブレ補正切ると、もうちょっとパリッとした映像にはなるんですけど、まあ、手ブレ補正同士で比べるとやっぱり GoPro の方が、まあ、総合的な画質ではまあ勝ってるかなと。ただですよ、ただ、まあ大体みんなスマホと持ってるじゃないですか。で例えば iPhone 持ってて身につけるような使い方をしないっていう場合、 Vlog を撮るとかね、旅行行った時に歩きながら景色を撮るとか、そういった場合 iPhone で十分だなと。まあ、使い方にもよると思うんですけど、
そういうライトな使い方しかしないっていうんであれば GoPro をも買う必要もないぐらいの、まあ、高性能なカメラであると。もちろんね、今回超広角でやりましたけど、まあ、普通の広角だったりズームレンズもついてるわけなんで、デジタルズームしかできない GoPro に比べて、いや、iPhone の方がちょっと性能的にはやっぱりすごいのかなっていうね、そんな感じがしました。はい、ということでびっくりしましたね。ここまですごかったかっていうね。まあ GoPro8 が出てくるとまたちょっと話は変わってくるのかもしれないんですけど、とりあえず iPhone11 Pro ものすごかったです。今回はそんな iPhone の手ブレ補正の話でした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。